僕はスポーツ始めて、格闘技始めてから、挫折も成功もいろいろあってきたけど、一番俺は何の才能もなかったけど、一番の才能っていうのは続けることでした。自分の可能性に諦めないことでした夢を見るっていうのは、夢っていうのは叶わないこともあるけど、でも 夢を持ち続けるってことが大切で、その中で応援してくれる人のありがたさ、支えてくれる人への感謝の気持ち、そういうものがもしかしたら夢よりも大きな自分の財産になることがあると思います。だから負けた時に終わるんじゃなくて、自分が諦めた時、夢っていうのは終わるんです。だから結果じゃなくて諦めずに続けること、それが大切なことだと俺は思ってます、結果が全てじゃないです。自分がどういう気持ちで最後まで前を向いてるか、立ってるか、それがスポーツだけじゃなくて人生の大切な勝つか負けるかの極みになると思ってます。だからずっと前を向いて頑張っていきましょう。